政策隊は今までも随分この回数重ねてきました。それで随分地方に行ったりですね、いろんなところに行ってきたんですけど、やっぱりこの松戸市の取り組みはやっぱあの都市型の子ども支援として大変あの素晴らしいものがいっぱいあるなと、この生活の中で、こう思うんだけどという思いがあれば率直に聞かせていただければと、思ってきました。やっぱり一人であの子供を見てる時間が長いと社会からなんか隔離されてるというか取り残されてるような気持ちになっちゃったりすることが結構あるので、こういう施設に来てあの大人の方と喋れたり子供の面倒を他にも見てくれる人がいるって思える場所があると本当にあの子育てをしていて助けられるなっていう気持ちになっています。長男があの幼児期の頃からお世話になっている関係で、あのパパのサークルというのもあの参加させていただいていて、その地域 の, あの方と連携してあの長遊びをしたりですとか餅つきをしたりですとか、そういうイベントをあのするようなサークルをあのしておりました。でその中でですね、あの私が一番感じたのは、やはりあの先ほどありましたというような子育ての悩みですとかをあの吐き出す場があるというのがとても大事だと。というところで最近なんかこういう相談事が多いと か, なんかそういう特徴的なことってありますか。私が感じている中では、まあ、今日もいらしてくださってますけどお父さんたちからのご相談っていうのが直接入ることがあの多くなったかなというふうに体感的に感じます。小さなお子さんがいらっしゃってやはりあの共働きで2人で子供を見てるんだけれども父親としてどういうふうにできたらいいかなとか、政府の政策においても少しでもこういった支援をバックアップできるような、取り組みを進めていきたいと思います。改めて皆さんの協力に感謝します。ありがとうございました。ありがとうございました。